プロジェクトシーズン2から誕生したネクスズプレリリース曲ミラクルパフォーマンスビデオ公開。クスタイル2023年12月18日10時27分、ソニーミュージックと JYP の日韓合同オーディションプロジェクト2次プロジェクトシーズン2から生まれたグローバルボーイズグループネクスズ。オーディション番組最終回のファイナルステージやデビューメンバー発表時、X、Q、Twitter を通じて日本のトレンドで関連ワードが実に8つもチャートインし、国民的注目を集めたのも記憶に新しい。世間に大きな衝撃と感動を与えた12月15日、2次プロジェクトシーズン2で選ばれし7人がネクスズとしてデビューの夢を叶えて早々、その3日後となる本日12月18日月曜日、ネクスズ初となる楽曲配信&パフォーマンスビデオの公開がスタートした。オーディション期間中におけるメンバーの成長というミラクルとお互いに支え合いながら乗り越えて起こしてきたミラクル、そして応援してくれた方々とネクスズがついに出会うミラクル。二次プロジェクトシーズン2のオーディション過程を通して総合プロデューサーである J.Y.Park 自身が目にして感じ取ったものをミラクルというキーワードから紐解いて制作した一曲だ。メンバーたちの歌声を最大限引き出すため、ミニマルな楽器構成、コードメロディーで構成されたアップテンポな R&B に仕上がっており、まさに2次プロジェクトシーズン2の集大成となる楽曲だ。そして、ついにベールを脱いだパフォーマンスビデオだが、ミニマルな楽曲の世界観に呼応するかのように、過度な演出はあえて取り入れず、メンバー個々の魅力やパフォーマンスの醍醐味を丁寧に、シュート。オーディションをきっかけに一躍時の人となりながらも、一方でまだ正式デビュー前の準備期間中という、過渡期ならではの成熟しきっていない、今の彼らをビートと共に刻みつけるかのような、ストイックさを感じさせる。様々なロケーションで歌い踊りながら、最終的に行き着いたのは抜けの良い飛行場。そこには、2次ペンダントを模したステージが、2次プロジェクトシーズン2を象徴する2次ペンダント型のステージ上で、全身で奇跡を奏で、その先に見える太陽にネクスズの明るい未来を感じる、スケール豊かな映像美にも注目だ。広大な空の下、それぞれの個性際立つ7人が、シンクロダンスで一つになるその光景が、ネクスズの存在自体をまるで虹のように輝かせている。ネクスズの7人が2次プロジェクトシーズン2で歩んだ奇跡と人生をかけて挑んだ彼らが起こした奇跡をミラクルという作品を通じて体感できる。なお、デビュー決定を記念して本日よりネクスズ YouTube ショートのキャンペーンがスタートする。今回のキャンペーンのために急遽新映された映像で制作した広告が東京都内某所で掲出されるという。初々しくもクールなネクスズメンバーの姿に注目だ。キャンペーンに合わせてネクスズのオフィシャル YouTube チャンネルからは YouTube ショート限定のメンバーショート動画が12月18日。月曜日から29日金曜日にかけて毎日公開される。配信情報、ミラクル配信サイト、ミラクルコリアンバージョンも同時配信関連リンクネクスズオフィシャルウェブサイト、元記事配信日時、2023年12月18日10時27分記者、クスタイル編集部。